さっきはちょっと、露出多かったかな。いや、あのちょっとあの何ですか、あの出せないところが多かったんで、こっから撮ってます。はい、これ、展開どうしましたか？上からか、下からか。上ってこれ、はい、これ2枚着てるんで。2枚着てる。はい、ゆっくりゆっくりゆっくり。一緒に、一緒に、鉄サラダの鉄だけに。一緒に鉄サラダ。マシュモンみたいになってる。うまっ。そうか、こんなにいっぱいあるのね。もうホイップのこのなんでも美味しい。みんなに配布運動してる。そんな美味しいんですか。珍しいっすね。アイス。届けてあげるとかあるみたいな。こんにちは、児玉遥です。実はですね、今児玉遥セカンド写真集を撮っています。言えた？ちゃんと言えとった？もう一回やろう。はい、今日は実はですね、ちょっと待って、今日は実は児玉遥セカンド写真集撮ってます。前の週プレの動画が好評だったので、今回もメイキングビデオ残していきたいなと思っています。今回のコンセプトはですね、タイトルが STAY25 っていうんですけど、どういう意味かわかりますか皆さん。25歳の私をそのままのありのままの自分を残そうという意味で決めました。タイトルはね、実は自分で考えたんですよ。だからね、25歳の児玉遥をじっくりじっくり皆様に見ていただきたいです。それでは最後までご覧ください。スタート。
それで後でハンバーガーを焼くか。自分で。ほい。よいしょ。ちょっと持ち上げる。持ち上げる。引っ張らない。働く女性は甘やかさないで、空気を、肺に空気入れて、で、顔は涼しい顔で、はい。
です。解禁はもうされてるとは思うんですけど、詳細概要欄に貼っておくのでぜひチェックしてください。とっても暑いです。それではまた会いましょう。バイバイ。3回おめでとうございます。ありがとうございました。児玉遥セカンド写真集ステイ25は2022年11月25日発売です。私にとっては6年ぶりの写真集、見ている人をパッと驚かせるような作品にしたくて、私自身もスタッフ一同も全力を注ぎ込みました。詳細は概要欄にありますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた会いましょう。バイバーイ。